1990年代前半に活躍したバンド、歌舞伎ロックス。少し年配の方はもちろんですが、今の若い世代の方でも歌舞伎ロックスの名前を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。そんな歌舞伎ロックスのプロフィールとその後を紹介させていただきます。1986年、有村一番さんの地の宇治神一番さんは、和洋楽器混成のバンド、歌舞伎ロック一番屋を結成します。同年に青木秀樹さんの地の青木秀麿さんが和製グラムロックバンド、ヒステリックグラマーを結成します。両バンドは、当時の原宿歩行者天国通称ホコ天や各地のライブハウスで活動をしていました。テレビ番組、三宅裕司のイカスバンド天国、通称イカ天への出演を熱望していた有村一番さんは、青木秀樹さんに相談をしたところ、ボーカル有村一番さんとヒステリックグラマーメンバーによる新バンドでの出演を提案されます。こうして歌舞伎ロックスとしてのイカ天出演が実現しました。ただし、このことは一番屋のメンバーには事前に知らされてなかったため、後にメンバー内での激震の元となってしまったそうです。1989年10月14日のイカ天で、沢田研二さんのヒット曲、TOKIO を江戸時代風の歌詞にアレンジした、お江戸を披露しました。セイキングの座をかけた回の収録では、宇治神一番さんが作詞作曲をしたオリジナル曲、公職一代男で臨んだものの、チャレンジャーに敗れてしまい、セイキングにはなれませんでした。セイキングの座は逃したものの、彼らの奇抜な姿とレベルの高い演奏は多くの視聴者に強い印象を残し、イカ天番組内の視聴者投稿による週刊アマチュアベスト10で初登場1位を獲得します。歌舞伎ロックスは元禄3年1690年から現代へタイムスリップしてきたという設定で、ライブを狂言ライブ、曲目を演目と呼んでいます。パートについても同様の和風言い換えで、ボーカルを歌い手、ギターを無味線、ベースを染味線、ドラムを洋太鼓、キーボードを鍵盤と呼びました。歌舞伎の熊取りを主なモチーフとした奇抜なメイクと派手な和装が大きな特徴で、ボーカルのパフォーマンスには三重等の歌舞伎独特の所作が多く見られました。なお、ボーカルの当初の芸名は有村一番でしたが、司会の三宅裕司さんに氏神という言葉を芸名と勘違いされたことがきっかけで、後に芸名を氏神一番に改めています。ちなみに氏神一番さんは過去に日本テレビ音楽学院ザ・バーズの第1期生で、日本テレビ系の歌番組で歌手のバックで踊っていました。1976年の全国高等学校サッカー選手権大会でテーマ曲振り向くな君は美しいが流れた際にもザ・バーズの一員として踊っていたそうです。その後も1990年の成人の日に放送された NHK 青春メッセージ90へのゲスト出演や、ヤングジャンプ、表紙グラビア、ニューヨークライブ、氏神一番さんが TBS 春の番組キャンペーンキャラクターに抜擢されるなどで、爆発的に知名度を上げていきます。そして5月にシングル「お江戸」を発売し、念願のメジャーデビューを果たしたのです。6月に日本武道館で開かれた第19回東京音楽祭世界大会にお夏狂乱で出場しました。8月にセカンドシングル「虹の都」を発売します。同曲はアニメ「ドラゴンクエスト」のエンディング主題歌としてタイアップが組まれました。 B 面曲「スーサイドゲーム」和映画1990ボタン道楼の主題歌に起用されます。映画には主演の杉本哲太さん演じるマネージャーが売り込もうとしている新人バンド B グッド役で、歌舞伎ロックスも出演し音楽も担当しました。同年の全日本有線放送大賞新人賞を受賞するなど破竹の勢いで進んでいきます。しかし年末にイカ天が放送終了となり、バンドブームの沈静化により、イカ天の顔的な存在であった歌舞伎ロックスの人気にも徐々に陰りが出始めます。1991年3月にサードシングル「占領役者」とセカンドアルバム「マスカレード」を同時発売します。同年、ギターの青木秀麿さんが自身のバンド「ラブミサイル」を結成し、歌舞伎ロックスを脱退しました。
後任にはベースの大月誠志郎さんがギターに転向しますが、1992年に脱退します。1993年7月にサードアルバム勇気を発売しました。さらに平成の勇気ツアーと題して全国ライブハウスツアーを敢行するも、活動機会は減少の一途をたどります。そしてついにはドラムの井上春幸介さんも去り、氏神一番さん、坂川美女丸さん、健志郎さんによる3ピースユニットとして細々とライブハウスでの活動を続けることとなりました。2001年に健志郎さんに代わる新ベーシストに鬼島力蔵さん、新ドラマーにピカベエさん、キーボーディストとして侍浩二さんを加え、新生歌舞伎ロックスとして本格的に活動を再開します。また同年8月に青木秀丸さん主催ライブイベントにて一夜限りのオリジナルメンバーライブと称し、デビュー当時の初代メンバーによる復活ライブが実現しました。また2002年6月のワンマンライブにおいても、前半に新生歌舞伎ロックス、後半にデビュー時の初代メンバーが揃った元祖歌舞伎ロックスという新旧歌舞伎ロックスの対バンが実現しました。その後、初期メンバーの青木秀丸さん、大月誠志郎さんが復帰し、坂川美女丸さんが脱退、およびメンバーの変更が公式サイト上で発表されます。この時のメンバーはボーカル氏神一番さん、ギター青木秀丸さん、ギター大月誠志郎さん、ベース支援さん、ドラムス香織さんというメンバー構成になり、久々にツインギターによる5ピースバンドの形態を取り戻しました。2006年にベースの支援さんが脱退し、小島武蔵さんが加入します。2007年にドラムの香織さんが脱退し、2009年に三柴三蔵さんが公認ドラマーとして加入しました。2009年10月に20周年記念シングルとして大江戸恋町花の町ごめんねお夏をリリースします。2011年2月21世紀の昭和歌謡めぐりあいナイトをリリースします。2012年ギターの大月誠志郎さんが再脱退しました。2013年7月発売の声優上坂すみれさんのセカンドシングル原始女子は太陽だったのミュージックビデオにおいて、上坂すみれフューチャリング歌舞伎ロックスという名目でメンバー4人がバックバンドとして参加します。同年坂川美女丸さんが再加入しました。2015年1月に25周年ベストアルバム Now and Best 今昔詩歌集を発売します。2017年5月テレビアニメ歌舞伎部エンディング主題歌としてお江戸のカバーが劇中の登場人物声優でシングルリリースされました。こうして歌舞伎ロックスはメンバーチェンジを繰り返しながらも今もバンド活動を続けています。それでは歌舞伎ロックスのその後がこちら。まずはボーカル氏神一番さんの現在の姿がこちらです。素顔はなかなかダンディーですね。ソロアーティストとしても活躍していて、多数のシングルやアルバムをリリースし、年間100本以上のライブを開催するほか、イベントプロデュース、江戸文化研究家の活動と精力的に多忙な日々を送っています。氏神一番さんは、素顔の出演は恥ずかしい。パンツを履かずに人前に出るような感じ、と言いつつも、素顔で江戸文化について大学で特別講義をする機会も増えているので、素顔で人前に出ることに慣れておく必要があると語っていました。2003年に江戸開府400年事業オフィシャルサポーターに就任しました。2019年に還暦を迎えたことを機に年齢公表を解禁しています。この年はデビュー30周年でもあり、デビュー30周年と還暦を祝福するライブを行いました。さらにプロレスデビューもします。私生活ではデビュー前に結婚しましたが、デビューと同時に離婚した過去があるそうです。その後2017年に当時40代後半の一般女性と再婚しました。ラブラブな新婚生活と思いきや遊びに行かなくなった、妻は厳しくて勘がすごくいいんですと、すでに尻に敷かれてる様子だったといいます。過去には芸能人による副業ブームもあり、知人から勧められてもつ鍋店の経営に乗り出したことがありました。知人からいいもつ入りますから、全部やりますから、
店に来なくてもいいですからと言われ開店資金を渡して全部任せていたそうです。ところが開店当日肝心のもつが届かなかったという大トラブルが起こります。記者とかがみんな来てるからとりあえずオープンしておめでとうございますとやった直後に閉店することに。後日開店日にお金を持ち逃げされたことが分かったといいます。この詐欺での被害額は約2000万円でした。苦い失敗を経験しましたが次は目黒にレストランバーを開店します。前回の失敗を生かし今回は気を張って開店から全部自分で運営して3ヶ月間は毎日店にいたそうです。店は滑り出しは順調で氏神一番さんは自身のツアーもあるため一旦店を離れたところ店長から頻繁に食い逃げがと報告が入るようになったといいます。ところがこの店長がとんだ食わせ者で実は店長が友達を呼んで毎晩高い酒を開けてどんちゃかやってたそうです。店長は同様のことを半年にわたってやっていたそうで被害は約800万円でした。さらに氏神一番さんの受難は続きます。後輩も育てないといけないと思い投資会社社長の知人の勧めで音楽スクールを開校します。スクール運営は順調で200人くらい生徒も集まり黒字だったためその知人の会社へ約5000万円を投資しました。何でも預けておくと金利が8から 9% と説明され最初は月50万円近い利息をもらっていたそうですが1年も経たずに会社は経営破綻してしまいます。社長は亡くなってしまいお金は取り返すことができなかったそうです。こうして3度も詐欺に遭い総額1億円の被害を受けてしまいました。2022年から BS 富士の番組クイズノーベル賞に回答者として出演しています。同番組でパネラーとして登場すると顔面に盛大なメイクを施した氏神一番さんが真面目にクイズをしている姿が話題になります。さらにその姿で問題がよく見えるようにメガネをかけるとアシスタントのアナウンサーからなんか松ぼっくりがメガネかけてるみたいですと言われてしまいました。ちなみにこの姿は東野幸治さんがお気に入りだそうです。2023年にはドラマ弁護士ソドムで裁判長役を熱演しています。様々なところで活躍している氏神一番さんの今後に目が離せませんね。続いてはギター青木秀丸さんの現在がこちらです。1991年に歌舞伎ロックスを脱退し新たに結成した和製グラムロックバンドラブミサイルで活動します。同年にミニアルバムラブミサイルを発表しました。1年のライブ活動を経て1992年4月にメジャーデビューしアルバム3枚シングル4枚を発表します。当時ラブミサイルはザ・イエロー・モンキー、スカンチ、マルコシアス・バンプとともに日本のグラムロック四天王と称されていました。青木秀丸さんはラブミサイル在籍時から女性アイドル、アニメソングなど数々の楽曲を提供しており1995年1月にバンド活動休止以降は主に音楽プロデューサー&作曲家として活躍しています。2000年にラブミサイルを継承すべく長年構想を温めてきたグラムロックバンドラブミードを結成しました。同バンドはメンバー全員が高身長の細身で中性的な見た目となっています。青木秀丸さんはリーダー兼ギタリストとして大人が口ずさめる上質な和製ポップス超ロックを発信し続けています。2002年歌舞伎ロックスに復帰しました。2013年にガールズユニットロンドンブルーの音楽プロデューサーに就任します。その後も歌舞伎ロックスの活動と並行してラブミードでもライブを開催しています。続いてはギター坂川美女丸さんの現在がこちらです。歌舞伎ロックスを脱退後はセッションやデモ制作などの音楽活動以外にノベラのボーカルだった五十嵐久勝さんとバーズアイビューというバンドを結成しました。さらにソロ活動も始めます。以降はジャンルを超えた数多くのアーティストとの共演やプロデュース、楽曲提供、アニメ、ゲームミュージック等の制作を行っています。2004年2月にファーストソロアルバムをリリースしました。2005年に初のエッセイ本ギタリストを笑え
イカ天出身バンドだった頃を出版します。著書では歌舞伎ロックス結成のいきさつから今だから明かせるイカ天や音楽業界の裏話までをギターへの熱き思いとともに語り尽くしていました。2007年4月にリャナンシーを結成し、ファースト CD リャナンシーをリリースします。2016年1月に美女丸バンド名義でアルバムテイルズオブアストラル天空伝説をリリースしました。2017年7月氏神一番さん、平木堅さんとともに新アコギユニット剣見氏を結成しました。坂川美女丸さんは幅広い音楽性と演奏スタイルで雅系ギタリストとして独自の存在感を放っています。2019年にバラエティ番組マツコ会議に出演した際には超絶ギターテクニックを披露し、マツコデラックスさんをうならせていました。歌舞伎ロックス再加入後の現在も剣見氏でライブ活動をしています。続いてはドラムス三柴三蔵さんの現在がこちらです。2000年に前年に筋肉少女隊を脱退した大月健二さんらと共にロックバンド特撮を結成します。2006年12月に再結成した筋肉少女隊のサポートピアニストとしても活躍します。2009年からは歌舞伎ロックスでも活動しています。2010年に筋肉少女隊でプレーを共にしている内田雄一郎さん、長谷川浩二さんとサンダー・ユー・ポイズン・バイパーと銘打ったピアノトリオを結成し、現在も活動中です。歌舞伎ロックスは2024年6月に結成35周年記念ライブを開催し、円熟味を増したパフォーマンスを見せてくれました。この日は結成当時のオリジナルメンバー5人が集結します。ライブで全員が揃うのは4年ぶりだと、いいボーカルの氏神一番さんはこのメンバーでは今日が最後になるかもと苦笑しながらも、40周年50周年になってもライブをやれる時にやりたいと語り、生涯現役を掲げました。ちなみに私は歌舞伎ロックスの曲の中で虹の都が一番好きでした。この曲はアニメドラゴンクエストのエンディング曲で、アニメの世界観にとてもマッチしていて引き込まれました。皆様はどの曲が一番好きでしたか？コメントしていただけると嬉しいです。以上、1990年代前半に活躍したバンド歌舞伎ロックスのその後を紹介させていただきました。これからも懐かしのスターの素晴らしさを伝えるべく動画を配信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。